ルールって知ってるか。金をよこせ。勘弁してくれよ、そんな大金。金を払うか、それともここで終わるかだ。大丈夫？ああ、助けてくれてありがとう。ちょっと用心すればあいつらを避けられると思ったのに。あいつらとは誰ですか？ハイエナだよ。お前さんたち鉱山の人間じゃないな。近頃じゃここに来ようなんてやつはめったにない。ちょっとした野暮用でね。ここで何かあったの？ハイエナはのさばるし、鉱山で妙な病は流行るしで、全くどうしたらいいのか。このままじゃお先真っ暗だ。鉱山で流行ってる妙な病気って？なんでこんなことになったんだか。仲間が次々と病に倒れて、今じゃ鉱山に入ろうなんてやつは一人もいない。みんなひたすら特効薬を待ってる。なあお前さん、用があって来たと言ったな。なんなら鉱山に案内しようか。ここはハイエナの縄張りだ。危険すぎる。お前さんはどこから来たんだい？ハガードの命令でジンさんに会いに来たの。ハガードの特使？お前さんそんな大物には見えないが、ジンさんは誰でも会えるわけじゃないよ。おう、わかった。聞かないでおくよ。こいつです！我らをコケにしたのは。あの二人を捕らえるんだよ。な、ハイエナだ。ついてこい。ここなら安全だろう。すまんな、巻き添えにするところだった。奴らは2週間前にここを占拠した。トールには金を払えだとさ。まったく強盗だな。ジンさんがいつ解決してくれるか知らないが。おっと、鉱山の入り口はあそこだ。ガース遅かったね。心配で誰かに見に行かせようかと思ってたんだよ。いや、それがさ、ハイエナに襲われてるところをこの人が助けてくれたんだ。この人がいなきゃ今頃はおだぶつだったかもな。だから外は危ないって言ったのに。ガースを助けてくれてありがとう。こいつはあなたに会えてラッキーでしたよ。コーエン、この人はハガードから来た特使殿だ。鉱山に用があって来たんだと。ハガードの特使？天上のお偉いさん方もやっと僕らの生死に関心を持ってくれたんだね。特使殿、鉱山病を治す薬をお持ちなら見せてもらえます？キーワード鉱山病を検索中。申し訳ありません、治療薬は持っていません。ゴーエン、この人を困らせるなって。ギルスはキャンプにいるよな。特使殿がジンさんに会いたいそうだ。ギルスならとっくに来てる。でも下は今大荒れだよ。早く見に行ってあげて。ゴーエンはいいやつだよ。お前さんへの当てつけじゃないから気にするな。みんな不安なんだ。ギルスに会わせてやるよ。俺たちの親方だ。ジンさんに会うんならこれが手っ取り早い。鉱山のみんなは嫌ってるが、ジンさんの可愛いおいとあっちゃ仕方ない。
ベテラン親方のスタークさんが辞めてギルスが来た。みんな言わないが、文句なら山ほどある。コーエンが言っていた。ギルスは8割方ストライキしている仲間たちと揉めたんだろうって。鉱山病の問題が解決しないのに俺たちを働かせようってのか。そうだ、俺たちにだって人権がある。何を騒いでるんだ。おじさんが解決方法を探している。お前たちは仕事に戻れ。口を開けばおじさんか、悪党の手先め。戻ってジンさんに伝えてくれ。病気を治せないなら話はそれまでだ。そうだ、さっさと帰れ。反対反対反対。やれやれ、抗議するだけで問題が解決するなら俺だってとっくにやってるよ。ほら、あれ、あそこで囲まれてるのがギルスだ。あいつがジンさんのとこに案内してくれる。でもあの様子じゃしばらく動けそうにねえな。悪いが俺が案内してやれるのはここまでだ。仲間の病気が心配だから看病する人間を探さないと。そうね、ありがとう。あの、これ何の騒ぎ？あ、お前よそ者か。高山病にかからないうちにとっとと帰った方がいいぞ。感染者が続出してみんなビクビクしてる。それなのに高山主のジンさんはまだ採掘を続けろって言うんだぜ。ジンさん、ジンさんはお医者様を呼んでくれないのですか？俺たちに必要なのは薬だ。あいつら早急に対策をなんて抜かしてやがるが、いつも口だけだ。ほら、今日だって特効薬を配るって言うからここで朝早くから待ってたんだ。それがどうなったと思う？ギルスのやつ、ジンさんの作った薬がハイエナに奪われたとか言ってごまかしやがった。誰がそんな手に乗るかよ。ギルスの野郎は根っからのペテン師だ。今日こそは絶対に白黒はっきりつけてやる。行員たちは興奮状態です。ミアはギルスに詳しい事情を聞くようおすすめします。誰が来いと言ったん。下がれ。アガードが俺に何の用だ。ハイエナに薬を奪われたんだって。ああ、そうさ、うちの叔父が大枚はたいて開発した特効薬をあいつらに奪われたんだ。薬箱には GPS がついてるんだが追跡する人手が足りない。まったくどうすりゃいいんだか。下にいるあのバカども、口を開けば文句ばっかりだ。偉そうな口叩くなら自分で取り返してこいっつうんだ。私が薬を取り戻したらジンさんのところに案内してくれる？お前が？ああ、いいだろう。薬を取り戻してくれたらおじさんに会わせてやる。すぐに位置情報を送る。ハイエナが薬箱を持って逃げる前に急いで取り返せ。あの鉄の参道を見たか？貨物を運ぶのにあの道を使っている。途中にハイエナの検問所がある。奪われた薬はそこにあるに違いない。
薬は取り返したわ。これでいいのよね。ああ、それで間違いない。助かった。あのバカどもにはもううんざりだ。そんじゃ、早く薬を配って、あいつらを黙らせてくれ。俺がおじさんとこに連れてってやるからよ。ありがとう。あいてててててて。徳士殿、あいつらに何を飲ませたんだ？ギルスからは、ジンさんの開発した特効薬だと聞いた。みんなの病気が治るといいわね。ありがとう。本当に早く元気になるといいな。強引たちがあそこからどいてくれないの？みんなを説得してくれない？よし、ついてこい。俺がカエリを説得してみる。病気の仲間たちはもう薬を飲んだ。ほら、散った散った。その通り、すでに薬は手配してある。お前たちは仕事に戻るんだ。薬はこれっぽっちか。足りなかったらどうするんだ。薬は手配してあるから焦るんじゃない。面倒を起こすやつはおじさんに言って給料さっ引くぞ。わかったよ。ひとまず信じるか。みんな散った散った。ああ、やっとあいつらを追い払えた。もうゴリゴリだ。これでジンさんのところに連れてってもらえるわよね。ついてこい。お前にはいろいろ世話になった。おじさんだって喜んで会ってくれるさ。その前に一つ聞いておきたいことがある。何？お前確かハガードの人間だったよな。ってことは商売の件でおじさんに呼ばれてきたのか？いえ、異常起動したオムニアムタワーを止めるためにジンさんの力を借りたくて来たの。ハガードがよこしたのはお前一人か？そうよ。それが何か問題でも？いや別に、ちょっと聞いてみただけだ。そんじゃ行こうか。おじさんを待たせちゃ悪い。おかげで助かった。行員たち恩知らずども、誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。おじさんが鉱山に投資しなかったら
誰もこんな荒れ地なんか見向きもしなかったろうさ。確かにここの仕事は辛いが、それに見合う給料は出してる。来たい奴は他にもたくさんいるぞ。ここで働けるのはあいつらにとって幸運なんだ、わかるか。騒いで不満垂れてる奴らを見ろ。本当にクビにするとなったら全員おとなしくなるぞ。おじさんは甘すぎる。俺ならあんな騒ぎを起こす奴はさっさと追い出してるぞ。見せしめにもなるしな。さあ、ここだ。ちょっと待っててくれ。先に話してくる。二人で協力したおかげで盗まれた薬も取り戻せた。うん、よくやったな、ギルス。ハガードの特使殿か。入ってもらいなさい。いや、これはどうも。おいがえらく世話になったそうだね。それで今日はどんな用向きで？状況は確かに深刻だが、すでに万全の対策は講じた。今は感染者に交代で休みを取らせ、治療法を模索しているところだ。だが鉱山の運行は止められない。私は慈善家ではない。慈悲や同情心だけでは会社を経営し、大勢の従業員を養えない。行員たちの境遇を理解しようとは思わないのですか？私は世の中というものを嫌というほど見てきた。行員たちの置かれている状況は誰よりも分かっているつもりだ。同情を引く一番の方法は自分を哀れに見せることだ。それくらい君にだって分かるだろう。血も涙もありませんね、特使殿。それはあまりにも一方的な物言いだ。私は誰にも強制などしていない。金のために働くのも、今すぐ出ていくのも彼らの自由だ。違うか？まあいい。ハガードもこんな話をするためだけに君をよこしたのではないだろう。他に何か要件でも？ふん。ハガードはアストロナジーを使ってオムニアムタワーを止めたいのか。助けたい気持ちは山々だが、残念ながらうちのアストロナジーは少し前に盗まれてしまったのだよ。亡くなったと気づいてすぐに鉱山のあちこちを調べさせたが、何一つ収穫はなかった。まあ8割方ハイエナの仕業だろう。あいつらは隙あらば襲いかかってくる。今じゃ鉱山周りの多くの土地が奴らの手に落ちてしまった。だが鉱山内部の状況も不安定で、あいつらに構う余裕がない。そこでだ。困った時はお互い様です。私がハイエナの相手をしますから、あなたはアストロナジーを取り返してください。これはいい。ならば一番簡単なところから手をつけるとしよう。近頃ハイエナの子分どもが大勢この辺で騒ぎを起こしているらしい。すまないが退治してくれないか？ジンさん、居住区がハイエナに襲われました。助けてください。
ここはもう安全よ。他にも侵入された場所はある。徳士殿、ありがとうございます。今のが最後の侵入者だと思います。でも僕たちは浮き足立った住民をなだめて町の秩序を回復せねばなりません。お手数ですが、ハイエナを撃退したと仁さんにお伝え願えますか。それはご苦労だった。だがもう一つ、大至急片付けてもらいたい問題がある。鉱山上部の責任者アーヴィンから SOS が届いた。彼のいる鉱山積み替え所がハイエナに襲撃されたようだ。積み替え所からの連絡は途絶え、派遣した衛兵隊からは何の音沙汰もない。かなり厳しい状況だ。キャンプの下から直接鉱山の上部に抜ける坑道がある。積み替え所はそのすぐ上だ。幸運を祈る。Thank you.